はい、というわけで皆さんこんにちは、アンジュです。というわけで、今回なんですけども、レートが1708まで行ってしまったので、PGL でポケモングローバルリンクでパーティーを借りて、これ一応アゴポケモンが3ついて3匹いて、まあやってみようかなっていう感じでやってたんですけど、なんかいつの間にか1700超えてて目標が達成されちゃったっていう、あの風邪ひいてて75戦ぐらい潜ったら行っちゃったんですよね。はい、なんか強いパーティーを使ってポケモンの知識をずっとずっと勉強してたらここまで行ってしまいました。はい、てなわけでやっていきましょう。まあアゴーパーではないんですけど、とりあえず乗せたこのパーティーを使ってやっていこうかなと思ってます。こういう相手にはね、カバルドン出してもいいんですよね。ジャローだかカバルドンどっちもいいのかなっていうのがあって、ここはね、カバ出してもいいかなっていう気がする。あ、で久々なんかミミッキュ見たな。ここ4000ぐらいミミッキュ見てなかったんですけど、いつも動画外で撮ったんですけど、1700乗っちゃったんで動画撮らなきゃっていうことで、微熱混じりの実況やっていきたいと思います。アゴかポリゼットどっち出すかなんですけど、って感じですね。まあ、ポリゼット出してもいいかなって感じはするから、ポリゼットは確定ですね。で、テテフに対してジャロかカバなんですけど、マジでどっちでもいいんですけど、まあ、ジャロから出していきますか。ジャロポリゼットまでは良くて、で、馬車かギャラなんですけど、まあ、耳切るんでギャラでも出していこうかなと思ってます。これ1700もいってしまったよ。マジ寝てたらもう75戦やってたよ。なんかライバルの動画、昨シーズンの動画見てたけど、あいつ70戦で、50戦か70戦 ?50 戦かな ?50 戦で終わりみたいなことでしたけど、50戦が70戦だっけ、忘れちゃったけど、僕それ超えてますからね、もうすでに。努力の男。まあ、1700はなんか上位 6% ぐらいしかいないらしいんで、あ、やっぱりテテフから入ってきました。色違いじゃん、これ初めて見た。すげえテテフの色違いですね。で、ここで、これ素早さ、しなくちゃめ、テテフ95なんですけど、まあ、スカーブだった場合、先手取られてるんで、まあ、ヘビニラビから入っていこうかなと思ってます。これ、テテフでスカーフ、これスカーフ、確実にスカーフなんで、ヘビニラビ正解ですね。S を下げて、もう一回行動ができるようになったんで、問題はないかなと。はい、ここで光の壁を張って、テテフを起点にしていこうかなと思ったんですけど、光の壁を張る意味があるのかっていうのを今ちょっと考えていきたいと思います。光の壁よりも、むしろ、リフレクターの方が張る意味ありそうな気がしますね。リフレクター張っていきましょう。これなんでかっていうと、多分テテフに、これ、再起ねで落とされるんですけど、再起ね落とされるとして、で、僕はこれ、痺れで動けない。まあ、これはこれで美味しいな。まあ、スカーフ確定なんで、そしたら光の壁、いや、これ、光の壁打つより、リーフストームで削りときますか。これは、これでいいかな。なんでかっていうと、これ、結局、メガすれば、テテフ縛れるんで、ギャラドスで。で、リューマ一回詰めば、相手後ろ多分、ナットレイぐらいしか見れないのかな。ナットレイぐらいしか見れない読みで、って思ったんですけど、ナットレイ出てくるんだったら、ポリゼットでもいいのかなって感じはしてきたな。まあ、でもいいか、ギャラで。メガリューマイぶち込んでいこうかなと。思ってまーす。はい。ギャラドスに対して、これ多分引くと思うんで 100%。引かなかったら一生リューマイ詰めるんですけど。さて。まあ、一応リフレクター合ってるんで、引っ込めた。まあ、さすがに引っ込めた。あ、ギャラドスで来るか。じゃあ S 勝った状態でこっちギャラ投げれるんで、まあいいかなって感じなんですけど、これリューマイもう一回積もうかな。うん、もう一回リューマイ積んでもいいかなって感じする。いや、ここあれだったな。ポリゼットで向かったんかな、ぶっちゃけ。そこ、俺が光の壁張って、ポリゼットで向かった気がする。これだったら。まあ、結果論ですけど。後ろギャラでしたか。で、後ろはこれミミッキュあった場合めんどくさいな。多分ナットで投げてこないってことは確実にミミッキュですね。なんで、ここ一回まず、もう一回リューマイ利用します。相手はこれ地震打ってくるんだったら地震打ってくるで問題ないんですけど、多分目がしてこないってことなんですかね。あ、目がしてこない、はい。一緒のことしてくると。で、こっからがめんどくさいですね。まあ、ここはこういうのけばいいんじゃないですか。目がしてくるな、目がしてくるで全然問題ないですね。多分ダメージ、もうお前やりやがった、それはやってるわ。それをやっちゃってるよ。ねえ、
それはやばいって。終わったーこれ。うわ、同速対決やんこれ。しょうもなー今の外したの。自信打つわこれ。うわーい、これまずいねー。これ結構まずいっすよ。はい、あ、これ相当まずいっすね。何がまずいってね、相当まずい。しかも同速対決負けていく。まあ一発目、一発で落ちないし、さすがに一発で落ちないんで、次の同速勝ってくれば問題ないっすね。次の同速勝てよお前マジで。一回で勝ってるからこれ勝たないとおかしいよな。次勝ってくれマジで頼む。うわマジで同速2回連続負けてんの。終焉です。これは負けですね。負けやーん。これ。負けですかねこれおそらく。うわ、悔しいなーこれ。まあ、滝登りしてくるわなー。はい、負けー。くそ動画撮って頑張って微熱マジで実況撮ってんの負けたいや、動き悪い。マジで氷の牙外したのが全てだったわ。まあそこで全て終わった。そして同速対決も負けるし、くそー、これはなんか運で負けた感ちょっとありますね。対戦ありがとうございました。はい、やめんやさないですよろしくお願いしますってなわけで、よく見てみたら、普通に、81戦でしたね、対戦数。めちゃくちゃやってたっていうね。メタグロスマンダなんで、まあ、ギャラ出して、で、あと、アーゴ4かポリゼットですけど、ここはどっちにしようかなーって感じなんですけど、カビゴンなー、カビゴン、って感じだな。カビゴンがめんどくせえなー。こいつどうしようか。ギャラで突破できなくはないですね。できなくはないなー。全然できるか。ギャラとカビゴンぶつけれれば、体力満タン状態ぶつけれればって感じですけど、まあ、カビゴンはあんま考えずにいきますか。ってことはギャラドス結構大切にしなきゃいけないんで、後ろを考えるなら、ポリゼットでもいいのかなって感じはしますね。ポリゼットいっちゃう？マンダ見るならポリゼットで考えてみる。のもあり。うん。ポリゼータで行ってみる。ポリゼータで行ってみようか。はい、対戦よろしくお願いしまーす。ウィッスー。まあ、相手カバかレヒレから入ってくると思うんですけど、普通に相手の役割を考えてくるんだったらカバから入ってきて、んで、こっちのカバ読んでくるんだったらレヒレかなっていう。まあ、たまにマンダとかぶっ飛んできますけど、うん。やっぱりレヒレでしたね。こっちがカバルドン出してたら割と崩壊してたって感じですね。うん。さて、そしたら、レヒレから入ってきたんで、まあ、もちろん S は勝ってるんで、これ素直にリリーフストーン一発ぶち込んでもいいかなって感じがするんですけど、まあ、光の壁でいいですかね、ここは、一発は。あ、引っ込めた、はい。ガルド、はいはい、ガルドから行ってきた。このガルド何しに来た？このガルドさん。このガルドさん何しに来たの？うまく積みの起点にしたいな、こいつ。うん。うまく積みの起点にしたいけど、リフレクターあるか。一旦。何してくんだろ、こいつ。はい。バトルスイッチ。何してくんの？聖なる剣？シャドウボー？あ、シャドウボー？突っ張ってくんの？ここギャラに引こう。おい、ギャラ出しまーす。威嚇入れまーす。多分これ、あれでしょ？守ってくるでしょ？禁止じゃないの？禁止だと思ったんですけどね。あ、やっぱりはい。まあ、ここ禁止読みで交換しました。で、メガ、リュウマイでいいんじゃないですかね。引っ込めたら多分レヒレ飛んでくるけど、これ多分、あ、カビゴン。え、カビゴンでいいの？逆に。え、カビゴン美味しくない？久々にパソコンでダメ系使うか。2日間寝たきりだった男。ミガギャラドス。うい。多分滝登りで半分削れると思うんですよね。おそらく。正直カビゴン突破してくれれば楽。だいぶ、マジで。あ、多分持ってけんね、余裕で。2発で。
下滝ぶっ込んでいこうか。ワンチャン麻痺狙えれば美味しい。え、硬くねこいつ。お前種族値60だろ B。 ぶっ壊れたかこいつ。いやもう一回昼めばワンチャンある。昼めか急所でワンチャンあるんで。こいつなんかの身持ってるだろう。リサイクルとかやめろよ。バンジー、これあれだな、俺ミスったか何か。これもしかしてリサイクルタイプ、これもしかしてやばい、俺やっちゃった。いや竜舞できねえなこれ。一発でも多くワンチャンかけるしかない。あーそのパターンね。あ、ちょっと待って、リサイクルってさ、どういう効果だっけ。一回リュウマ入れるわ。え、待って、リサイクルってさ、ポケモン。え、これすぐ食べれんの。あ、やばい、終わった。バンジの実。え、これなんでさ、すぐ食べれんの。ちょっと待って、何これ。九州来た。はい、危ねえ。お前よ、九州引かないとおかしいよな。危ねえ、マジで頭で今の叫んだから。よしよしよし。あ、レヒレ、まあ自信ぶっ放していきます。ここは自信連打なんとかある。レヒレは、まあ、ムーンフォール飛ばされても大丈夫で、ムーンフォール飛ばないはず。一発耐える。さあ自信ぶっ放していこう。やっぱギャラの自信便利だな。こう見ると結構削れるんですよ。まあ、2回待ってるし。はい、回復の実好きだねこの人。ウィの実、まあ、ムーンフォー一発耐える。メガギャラ D も結構高いんですよね。はい、じゃあ自信で終わりかな。はい、耐性ありがとうございました。よっしゃ、いいぞ、最高じゃねえか。なあ最高だなこのゲーム。